ウェズ・ブラウンはイングランド出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。マンチェスターで生まれ育った喫水のマンチェスター・ユナイテッド FC ファンで1996年にユースチーム入りをすると11月にはプロ契約。翌シーズン末には FA プレミアリーグデビューを果たした。さらに翌シーズンにはチームメイトの怪我というチャンスを生かし14試合に出場。 リーグ優勝を経験するものの、翌年は、負傷により、シーズンを棒に振った。次のシーズンに、復帰、再びリーグ優勝を経験するも2001から2002、シーズン途中に、膝の靭帯を損傷してしまう。2002年にようやくこの怪我を克服すると、W 杯にも出場したが、2002から2003、シーズンの UEFA チャンピオンズリーグにおいて、右足首を骨折した。 2006から07シーズンは冬にスパルタクモスクワから移籍してきたネマニアビディッチによってベンチを温めるが多かった。2007から08シーズンはガリー・ネビルの負傷もあり右サイドバックのレギュラーとして活躍。チャンピオンズリーグ決勝のチェルシー FC 戦ではクリスティアーノ・ロナウドの先制点をアシストするなどチームのプレミア連覇、チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。 2007から08シーズンはガリーナビルが怪我のため右サイドバックを務める。本職のポジションではないが穴を完璧に埋めてチームに貢献。2008から09シーズン開幕直後のチェコとの親善試合で元同僚のデビット・ベッカムのクロスをヘディングで決めて代表初得点を記録した。その後は故障もあって出場機会に恵まれず、 2010から11シーズンは7試合の出場に止まった。2011年7月7日にサンダーランド、AFC に4年契約で加入した。2017年8月、インドのケイララブラスターズ FCA 移籍。ありがとうございます。